演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラッ明治のガタスプロテイン脂肪ゼロを飲みたいと思います。これスキーフルーティーと書いてます。これが全ての標準なのでしょうか。今まで3種類あれば飲んできましたけど、どんな味わいなのかな、そのシンプルなやつは。では飲んでみます。明日フルーティーと言われれば確かに香り味もするのですが、やっぱり何とも言えないような味でしたね。甘くもなく苦くもなく、やっぱり何と言っていいのか分からない味ですが、こちらのテストやります。プロテインってこういうものなのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分平塩。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。